今週の寝台、ミルキーホームズ。設定6の機械割り 108%。6.5 号機、ATH、天井、777ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、33ゲーム AT 純増、約 4.5 枚、導入台数、4000台。リセット初当たり調査。即連当たりはありませんでした。データ的には100ゲームから200ゲームの当選率が高かったが、合格率以降など何かしら優遇があるのかも、狙えるほどではないかな。天井到達率はやや高めで約 10%。 リセット台の最大ハマりは819ゲームリセット台以外の最大ハマりは819ゲームリセット狙い狙い目はほぼないですね。引き戻しゾーンの恩恵などあるかと思いましたが、リセット恩恵の挙動は何もなさそうです。ハイエナ狙い天井が777ゲームの他に2つあり、かなりのハイエナ台の予感。引き戻しモードも100ゲームと長いし、状況によってかなり打てる台は増えそう。花火絶景より狙えるかも。天井情報。ボーナス単体ハマりだとデータ機で結構ハマってないと打てないので、これにビッグ感ハマりやレギュラー2連続スルーなど絡めていく感じかな。高設定低設定データ。設定6はベルナビで判別簡単。ボーナス感最大ハマりが529ゲーム、300ゲーム以内の当たりが多かった。やはり初当たりの軽さで設定を見抜くのがベターかな。設定カンパとハイエナ要素に関してはかなり狙える台っぽいですが、リセット恩恵がゼロなのはかなりマイナス。設定入らない店だと稼働もないし、ハイエナ台としても使えなそう。あとは実際稼働してみて使えるか判断ですね。個人的にはハイエナ台としていけそうだけどな。私の狙い目、ゲーム数ハマりで570ゲーム以上、ビッグ感ハマりとレギュラースルー回数により、もう少し手前から狙うのもあり、ビッグ感1000ハマりなら当たるまで、レギュラー2連続なら当たるまで、この3点で狙ってみます。さらに詳しくはブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方はいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。